こんにちは、しんじです。皆さんは Amazon 使ってますか？僕はね、このね、YouTube でレビューをするようになってから、ものすごいね、この Amazon を使うようになりました。ね、なんかこう、手軽にやっぱね、買えるっていうのがすごく素晴らしい。ね。このね、Amazon マグカップも、なんかね、いいじゃないですか。Amazon。ということで、今回ね、紹介する商品は、Amazon ベーシックで買った充電器と充電池です。ということで、ここにね、出します。これね、Amazon で買った、ね、充電池と充電器が入っています。ね、早速、開けていきましょう。はい、これがね、今回買った Amazon ベーシックの充電器と充電池。ね、これを買いました。これね、こう意外に、この Amazon のね、フラストレーションフリーパッケージがね、結構いい。ね。これね、早速ね、この電池をね、出しましょう。このパッケージがね、なんか、おしゃれっぽい。これ。ほら。ほら。これ。ほら。かっこよくないですか？なんか。こんな電池のくせにこんなね、かっこいいね、パッケージに入ってるなんてね。あれですよ。ほんとあれですよ。これほら。しかもね、このアマゾンベーシックのいいところはね、これアマゾンのこのロゴが入ってるとこですよ。これ、素晴らしい。なんかね、なんて言うんでしょう。もうアマゾンもただのね、通販屋さんじゃないですよね。こういうね、ものを自分のね、自社のこうアマゾンのロゴを入れて、売れちゃう。素晴らしい。で、これがちょっとおしゃれとか思っちゃってる人なんですよ。だから、こういうね、マグカップとかも、Amazon って入ってるだけで買っちゃう。ね。これも、特に Amazon とは入ってないのかな。ちょっと開けてみますね、これも。これもね、これは、Amazon とは入ってない。ここもね、入ってて欲しかったですね。一応、Amazon Basic って書いてあるんで、ね。入ってて欲しかったな。なんかね、この辺にこう、Amazon って入ってるだけで僕はね、大満足なわけですよ。これがね、今回買った充電器と、これが、電池なわけですけれども、ね。なぜ買ったか。なぜ買ったかというと、多分これのね、動画の前に出してる、ロジクールのゲーミングマウス買ったんですよ。それの電池として、今回ね、この、Amazon の充電池を買いました。今まで僕は、充電池って持ってなかったんですよ。なぜかというと、別に充電して使うまでもないなっていうものばかりしか使ってなかったので、ね、持ってなかったんですけど、初めて今回、まあ、昔ね、ミニ四駆とかで充電池とか持ってましたけど、なんか、ちゃんと大人になってから初めてこういうふうに、ね、買ってみました。これも、それもこれもね、このAmazon Basicのせいですよ。Amazon Basicのこの電池がね、ちょっといいなと思いました。だから買いました。で、これね、なんかね、黒いのもあるんですよ。で、そっちは、ハイパワー的な感じで、ね、使うやつなんですけど、まあ僕はね、マウスにハイパワーを求めないので、今回はこの普通のやつを買いました。で、なんかね、こう、Amazon の、レビュー欄とか見てみると、これエネループらしいですね。なんか第一世代エネループみたいなことが書いてありました。なので、なんか充電器とかも、なんかエネループのやつが使えるんじゃないかとかね、見たんですけど、まあ、せっかくなんでね、合わせて今回はね、Amazon Basic の充電器と Amazon Basic の充電池を買ったと。言うだけですよ、今回の話は。ね。でも、今回の話はそれだけなんですけど、こう、わかる人はわかると思うんですけど、最初にね、こういろいろ話したんですけど、この Amazon っていうブランド、ね、中身は別に Amazon が作ってるわけじゃないんですけど、なんかね、この Amazon って入ってるだけで、やっぱり僕はね、買っちゃうわけですよ。こうやって剥いちゃうわけですよ。ね、本当に。Amazon な。注文してね、次の日に届くとかすごく素晴らしいし、いいんですけど、Amazon はね、
無駄遣いしちゃいますよね。今回のもね、なんか4個だけでいいかなって、充電池はね4個だけでいいかなと思ったんですけど、ついついねこの8個入りの方を買っちゃいましたよね。本当になんかアマゾンって入ってるものだったらなんか何でも買っちゃいそうな気がしますよね。あのアマゾンベーシック見てると結構ね、なんかこれも良さそうだなとかいうのが結構あるんですよ。で、そろそろね僕はねアマゾンカッターとか欲しいですよね。こういうところにもうねアマゾンって入ってる、もう何でもアマゾンって入ってれば結構買っちゃうかもしれない。あの何でしょう、セブンプレミアムみたいなもんですよね。セブンプレミアムもあれはうまい。あれはねやっぱねセブンイレブンっていうそのねブランドですよね。やっぱりセブンプレミアムっていうブランドをねうまいこと作ったなと思いますよ。このアマゾンもそう、こうやってね充電池なんてエネループ買えばいいじゃないですか。普通にエネループもいろんなデザイン出てて、ミッキーマウスのとかねあるんですよ。そういうの見るとちょっといいなと思うんですけど、今回僕はこのアマゾンのほらこうね無駄にねアマゾンのロゴが見えるように充電するみたいな感じになっちゃってるわけですよ。僕はもうアマゾンなんですよ。僕がアマゾンね。これあれですね、充電器の色が黒だったら良かったかも。この電池が白なんで、ベーシックのね普通のやつが白なんで選べるとよかった。そしたら僕これはね黒買いましたね。うん。でやっぱりここにねアマゾンって入ってほしかった。ここにアマゾンって入ってればね完璧だった。アマゾンって書いてないもんどこにも。これアマゾンベーシックじゃなくてもいいもん。このねマグカップもアマゾンベーシックでねこうね売ってるわけですよ。すごくね素晴らしい。このマグカップこれいいですよ。本当に飲みやすい、美味しく飲めちゃう。はい、ということでね今回は特に買ったよってだけで、うん、何もないんですけど、こんな感じの箱にこうやってね電池が入ってましたよというだけの動画でした。これをね僕は充電池として使っていこうかと思います。特にね今回は本当に何もオチもなく買ったよっていうだけです。よかったらね皆さんも Amazon ベーシックの充電器と買ってね、僕とお揃いになりましょう。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。